メルセデス・ベンツはドイツで開催中の2020キャラバンモーターツーリズム展において改良新型 V クラスメルセデス・ベンツ V クラスベースのキャンピングカーマルコポーロの最新モデルを初公開した。V クラスのキャンピングカーは日本市場にも V220D マルコポーロホライゾンを2018年2月に導入済みだ。ポップアップルーフを備え車中止まりを楽しめる仕様としたマルコポーロの最新モデルにはンバックスメルセデスベンツユーザーインターフェースが搭載される。直感的な操作コンセプトと音声制御システムが特徴だ。ンバックスはインフォテインメントや車両操作に関して乗員の言葉による指示のほぼ全てを理解する。学習機能もありドライバーと他の乗員を識別し方言も理解する。音声制御システムはステアリングホイールのボタンに触れるかはいメルセデスと発生することで起動する。高解像度の7インチまたは 10.25 インチタッチスクリーンディスプレイとセンターコンソールのタッチパッドは V クラスのマルコポーロノンバックスの操作をサポートする。ンバックスには予測機能が備わっておりシステムはドライバーの次の行動を予測できる。例えば帰宅途中にドライバーが自宅に頻繁に電話をかけていればンバックスがディスプレイに電話番号を表示する。すべてのインフォテインメントや車両設定は最大8つの個別のプロファイルに保存することも可能だ。メルセデス・ベンツ V クラス改良新型のマルコポーロ、またマルコポーロの最新モデルにはンバックも採用される。ンバックはメルセデス・ベンツ・アドバンスド・コントロールの略だ。ンバックを利用するとマルコポーロの室内の装備をスマートフォンを使って操作することが可能になる。例えば水タンクの残量のチェック、補助バッテリーの充電レベルの確認、冷蔵庫の温度の確認と設定、ヒーターの確認と設定、電動ポップアップルーフとサンルーフの開閉、サウンドシステムの制御、照明の制御などがスマホ操作で行える。各機能の制御と設定は Bluetooth ベースのスマートフォンアプリで行う。車載のバックスタッチスクリーン、コックピットのタッチパッドでも操作できる。マルコポーロの最新モデルでは改良新型 V クラス同様エクステリアがフロントマスクを中心に変更された。開口部を大きく取った新デザインのフロントバンパーを装着する。ヘッドライトは最新の LED 仕様になった。 AMG ラインバージョンではフロントグリルがダイヤモンドパターンとなる。テールランプにも最新の LED テクノロジーを組み込んだ。4種類用意されるホイールのデザインも変更している。インテリアはダッシュボードの丸い空調ダクトを他のメルセデス・ベンツ車と同じタービンデザインに変更した。スイッチ類も変更を受けている。シートの素材も見直しており、ブラックやシルクベージュのルガーノレザー、ナッパレザーを使用した合計6種類のインテリアトリムが用意される。トリムパネルは仕様によってピアノラッカー、エボニーウッド、カーボンファイバー、ブラッシュドアルミとなる。メルセデス・ベンツ V クラス改良新型のマルコポーロ欧州仕様には新開発の OM654 型ディーゼルエンジンを搭載する。直噴 2.0 リットル、排気量 1951cc、 直列4気筒ディーゼルターボエンジンは高出力バージョンを積む。最大出力は 239hp、最大トルクは 51kgm を発生する。
トルクモードでは、最大トルクが 54kgm に引き上げられる。トランスミッションは、従来の7速から進化した9速 AT-9G トロニックを組み合わせる。高性能は最も優れる仕様で、複合モード燃費が 16.4kmL、CO2 排出量が 160GKM、 排出ガス性能はユーロ6を満たしている。